のビジョンさえ見えてないやつに。自分のビジョンも見えてないのに。よう言うね。さっきから全然気持ちよくないんだもん。自分も美味しくなろうとするツッコミだから。自分も美味しくなろうと思ってるツッコミだから。どうも、ノブロック TV です。本日のゲストはインパルス板倉さんです。お願いします。ということで本日の企画はこちら、はい、第2回突っ込まれたい女たち。バラエティで芸人さんから突っ込まれるような面白い人になりたいけど、はい、うまくボケられないっていう悩む女性アイドルが、はい、気持ちよく突っ込まれようっていう。なるほど、はい、突っ込まれたい女たち。なるほど。ざっくり言うとお笑い風俗といいますか。そうですね、気持ちよくなって帰っていただ く。今回のお客様はアイドル声優の神田葉月さんです。お願いします。神田葉月です。神田さん、はい、本業はアイドルで声優やりながら歌って踊ってます。でも面白いことを言えるようになりたいってことですね。おもろい女になりたくて。おもろい女に突っ込まれた経験ありますか？ないです。あ、だからやっぱ頂点は浜田さんに頭叩かれるとか、うん、そこにたどり着きたいですね。あのたけしさんのピコピコハンマーでピッてやられるとかね、はい、そこに行ってみたい。みたいです。はい、それの第一段階として今回ですね、若手の中でもキレのいいツッコミ用意してるんで大丈夫です。今回はトンツカタンの森本くんです。あ、はい、嬉しい。ということで森本には面白くなりたい女性アイドルのオーディション兼悩み相談だと伝えたって、はい、葉月さんに板倉さんの耳が入ってるってことは知らないです。森本さんすごいボケてくる女の子だなと思われると思います。なるほど。第1回バラエティ苦手女子克服オーディション。まあ、確かにボケの練習相手としてはちょうどいいですもんね。怖くないしね。って、はい、怖くないから怖くはないんで絶対、うん、はい。さあそれでは突っ込まれたい女たち、うん、スタートです。それでは最初の方どうぞ。お願いします。どうされました？どうされました？ちょっとあ、僕の水なんですいません。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボケるの苦手なはずなのに。はい、ではちょっと自己紹介の方よろしいでしょうか？神田葉月です。神田葉月です。はい、声優と賽銭泥棒をやってます。賽銭泥棒をやってます。ダメですね。万が一やってたとしてもここで髪型がないです。ダメですよ、はい、あんまり儲からないんでね。ジョークもありつつ、まあ、あんま儲からないんで。やめそう。あんま広げないでください、そこ。絶対使われないんで。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、葉月さんが普段どういった活動されてるのかなっていうのをお伺いしてもよろしいでしょうか？本当は今日会ったばかりの人に言いたくないんですけど、まあ、そうですね、まあ、今日会ったばかりの人にあんまり言いたくないんですけど。あ、じゃあもう話になんのよ。そういう一応オーディションなので、うん、ね、ちょっと深掘らないといけないです。僕が部活やられてたんですか？部活はやってないです。うん、あ、帰宅部で。帰宅部で。何の意味もないじゃないですか。帰り道になんか何の意味もないじゃないですか。そんなことないですよ。はい、全然全然。1円ももらえないのになんであんなしんどいことしなきゃいけないんだって。1円ももらわないのになんであんなしんどいことしなきゃいけないんだ。なんであんなしんどいことしないといけないんだろうって思いますよ。いや、思っちゃって。ずいぶん芸能界に染まっちまってますね。気になるところあったんですけど、趣味、物件情報を見るっていうのありますけど、最近なんかいい物件ありました？なんか大島テルっていう。大島テルっていう。え、事故物件。炎のマークが。炎のマークが出てるところがあるんですよ。出てるところがあるんですけど。そこめちゃめちゃ安くて。なんか安いんですよ。そこがおすすめなんです。そこがおすすめです。それをみんな避けるんだよ。次住むとこ炎のマークないかなと思って探すの。何炎に飛び込んだの。ちょっと長い。なんかちょっと長いな。今これ地図で見たら炎のマーク出てますよ。今これ地図で見たらここ炎のマーク出てますよ。うるせえよ。続いてちょっと葉月さん初めてかもしれないですけど、こちらいろんなものがあるので、はい、こちらでちょっとボケてもらう、いわゆるモノボケに挑戦していただきたいと思います。なんでですか？はい、なんでですか？はい。理由？はい。いや、その ボケたいんですよね、バラエティーで。はい。まあまあこういうシーンがね、バラエティーにはいくつか存在しますので、それの練習ですね、うん、今日は。分かったよ、やってやんよ。分かった、やってやんよ。態度悪いな、これ。
サイコロを持って6を、森本くんの方に向けて、おでこにくっつけて、おでこにくっつけて、クリリン、クリリン。おー、初手にしては悪くないあるもんね、クリリンね。で今度1を、いやいや悪くないです、めちゃくちゃ。1を森本くんの方に向けて、顔にくっつけて、おい、来たろ、おい、来たろあ、目玉の親父ってことね。森本、はい、森本、はい、わしが見えているか、わしが見えているのか。いや、結構見えてます。はい、トリオの状況はどうなっているのか。トリオの状況はどうなっているのか父さんに話してみろ。父さんに話してみろ。父さんに話してみろよ。あんま物ボケって会話繰り広げないんですよ。まあまあ、でも物ボケとしてはめちゃくちゃレベル高かったと思います。すぐスターになっちゃうかもしれないですね、このまま。どういう風にして私がスターになるのか、私がスターになるのか言ってみてください。言ってほしいです。こんながっつり言葉尻につかまれると思ってないんで。いや、そんなに売れてもない人に、なんかそんなに売れてもない人にスターになるって言われても、スターになれるって言われてもなんか信憑性がないんで、なんか信憑性がないんで自分のビジョンさえ見えてないやつに。自分のビジョンも見えてないのによう言うねそれこそ初対面でよく言われるね、そんなこと。当たったことあります？声優さんとして当たったことあります？今まで、今までこの人スターになるなと思った人で、この人スターになるなって思った人で本当にスターになった人、本当にスターになった人っていますか？待って、なんでそっちが質問してんの？いましたか？いましたか？立場が逆転しちゃってる。質問に対して質問で返さないでください。質問で返さないでください。今までいましたか？一人でもいましたか？一人でもいましたか？おい、なんでディベートになってんだよ。何この空気。いや、いなかったです。ごめんなさい、いない。いないですよね。いないですよね。っていうことは、っていうことは、森本さんにスターになるって思われた私は、スターになるって思われた私は事実上引退じゃないですか。事実上引退じゃないですか。そんなことないですよなんで真逆言っちゃうんですか森本テルの。確かに実績森本テルの炎の、テルじゃない、炎のマーク、私についちゃった、私についちゃったじゃないですか。撤回してください。撤回してください。演技でもないんで。演技でもないんで。なんてこと言うんだよ。あと、いつの間に主導権握った僕がいろいろ聞いてたよね、最初。逆にいつ握られた？逆にいつ握られた逆に聞くのよ、こっちが聞いたんだよ。でもまあ、クリリンあたりじゃない、正式に握られたの。そうだよね、確かに。そうだよね、確かにね。目玉の親父からはもう完全にこっちだったもんね。目玉の親父からはもう完全にこっちだったもんね。いや、そうね、うん。なんで感想戦始めてるんですか将棋じゃあるまいし、うん、将棋じゃあるまいし、将棋じゃあるまいし、いいよやめてくれ。感想戦っていうワードが出た時点で、感想戦っていうワードが出た時点で、うん、みんな将棋を連想するから、みんな将棋を連想しちゃうから、もう別に将棋ってわざわざも言葉にする必要ってない、別に将棋ってわざわざ言葉にする必要ないんですよね。もう両手で主導権握ってるこれパワハラじゃないですか。もう毅然な態度に臨もうと思ってたのに。これパワハラじゃないですか。そうなの。いや、私憧れてるのが、私憧れてるのが、はい、浜田さんとか、浜田さんとか、はい、さんまさんとかに、さんまさんとかに突っ込まれたいんです。突っ込まれたいんですよ。贅沢言うなよお前何しとんねんって言われたいんですよ。お前何してんねんって言われたいんですよ。それはみんな言われたいよ。だからちょっと森本さん、そこのメガホン持って、森本さん、あのメガホン持って、浜田さんやってください。浜田さんやってください。恐れ多すぎるって。いや、そのさっきから全然気持ちよくないんだもん。さっきから全然気持ちよくないんだもん。自分も美味しくなろうとするツッコミだから。自分も美味しくなろうと思ってるツッコミだからボケた方がなんかボケた方が半分手から持ってかれるツッコミなんだもん。俺やめとけよ、そこまでだ。ボケ泥棒。ボケ泥棒。手柄泥棒。手柄泥棒。そんなことないよ。ぬすっとツッコミ。ぬすっとツッコミ。森本テル。森本テル。テルはいいってもう。大島テルさんの風評被害になるから。ああ、ぬすっとツッコミめちゃくちゃ面白いな。メガホン取ってよ。メガホン取ってよ。ボケの人を美味しくするっていうことだけを考えて突っ込んでよ。ボケの人のことを美味しくしようとして、それだけで突っ込んでほしい。それだけで突っ込んでほしい。声優のマインドじゃないんだよ、さっきからまあまあ芸歴重ねた人しか言えないセリフだよ、それ。あ、今のも何の、ま、今のもよ、今のも
今のも森本テルだから。今のも森本テルだから。やっちゃってたから今。やっちゃってたから。美味しくなろうとしちゃってたから。美味しくなろうとしちゃってた。お願い。もうお願い。もうやめて。そうする。やめて。もうやめてよ。もうやめてよ。自分が美味しくなろうとする。自分が美味しくなろうとするツッコミ。分かった分かった。直すからね。ツッコミ消費税が高すぎるよ。ツッコミ消費税が高すぎるよ。ちょっと待って、ワード残そうとしてる。ねワード残そうとしてるから。もうやめてよ。ツッコミ消費税の値上げ反対。消費税の値上げ反対。それだよ。なんそのデモ活動みたいな。ツッコミ消費税を下げてください。お願いします。下げてください。ボケ国民、ボケ国民の願いです。願いです。同族嫌悪だわ。お願いします。同族嫌悪。お互いワード残そうとして。これだけは分かってほしい。これだけは分かってほしい。これだけは分かってほしい。もうこれ以上。もうこれ以上ツッコミ増税はやめてください。ツッコミ増税をやめてください。いいってそれ。やめてくれ。ボケの国の国民たちは苦しんでいます。ボケの国民のたちが苦しんでます。うるせえな。なんだ、たくさん喋ってらっしゃいますけど、さっきの無言より情報量ない。出た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 、今取られた。出た出た出た、今取られた。ツッコミ消費税 80%。 また取りやがったな。取り返しやがった。なんでこのインターセプトの試合は。なんて国なんだ。なんて国なんだ。ずっと国の話しかしないじゃないか。ずるいぞそのやり方。面白いなこのやり取り。もうやめてよ。もうやめて。もうやめてよ。もうやめて。全部持ってこうとすんのやめてよ。全部持ってこうとしないでよ。なんだこの別れ話のトーン。さっきから。でもさ、でも私たちいつからこうなっちゃったのかな。いつからこうなっちゃったのか。別れ話すぎるって。いつからっていうか今日だよ。全然メガホン使わないじゃん。全然メガホン使わないじゃん。え、これどう使えばいいの。これそれで、ボケが気持ちよくなるように、気持ちよくなるように突っ込むの。突っ込むの。これで、そうそう。じゃまたサイコロ持って6の面を森本君のに向けて、クリリンを近くでやりましょう。クリリン、確かにおでこにポツポツあるけど、はい、やったね。はい、やったね。はい、やった。確かにあった。確かにあったな。突っ込んでないじゃん。突っ込んでないじゃん。ああ突っ込み消費税 100% じゃん。 100% じゃん。やめろってそれ。メガホンって、メガホンって叩くものじゃん。叩くものじゃん。突っ込みが使う場合。そういうこと。なんでそれを使って自分が持ってこうとするの。自分を持ってこうとするの。ワンショットを奪い取ろうとするの。ワンショットを奪えるとでも思ってんの。もうやめろ、めちゃくちゃ恥ずかしいからその指摘。黄色いメガホン持ちましょう。これで対等だからな。これで対等だからな。こっちも突っ込んでいくぞ。こっちも突っ込んでいくからな。じゃあボケてみよう。じゃあボケてみよう。ボケてみよう。僕が、うん、本当のメガホンでのツッコミ見せてあげるから。本当のメガホンでのツッコミを見せてあげるから。近づいてて、近づいてて。遅いんだよって言いながら。遅いんだよ。それ。これ、これでしょ。これでしょ。相手を美味しくするツッコミ。これが相手を美味しくするっていうこと。今何も浮かんでなかったでしょ。今何も浮かんでなかったでしょ。助かったって思ったでしょ。助かったって思ったでしょ。これがツッコミ。これがツッコミ。これがツッコミなの。なるほどね、ツッコミ消費税 0%。 これがツッコミ消費税 0%、うん、こういうのを覚えてってほしい。こういうのを覚えてってほしい。あ、なるほどね。いやでも葉月さんは全部思い浮かんでたじゃん。全部言い切ってたからさ、ピンチなかったじゃん。ボケへんのかいって言いながらツッコミ。ボケへんのかい。いや、価値が逆転しちゃってますね。わしメガホン持っとるがな。わしメガホン持っとるがな。お、浮かんだんちゃうか。浮かんだんちゃうか。浮かんだんちゃうか。お、なんやこれ。メガホン立てたで。なんやなんや。赤いメガホン立てたで。なんか赤いメガホン立てたで。お、歩いとるで。歩いとるで。歩いとるで。赤坂5丁目ミニマラソンの、スタジオ。キレが悪いね。キレが悪いね。バシッと決めんかい。バシッと決めんかい。今助かったって思ったでしょ。今助かったって思ったでしょ。思った。これがツッコミ。これがツッコミなの。いや、それはマジで感謝。だからつまり、
君がやってたことは、その君がやってたことはツッコミじゃないの、ツッコミじゃないの、盗み、うん、盗みそれはちょっとさすがに人聞き悪いですツッコミにも多様性を、ずっと10年間君は盗みをやってきた今日芸人辞めさせたいんですよ。あ、今のもちょっと出てたよ、出てたよ。いや、そしたらもう何もできません、僕は何もできませんって、何もできませんって、武田鉄矢か、武田鉄矢かそんなことないだろ僕は死にませんみたいに、僕は死にませんみたいに、何もできませんじゃないよ、何もできませんじゃないよめちゃくちゃツッコミ消費税高くないですか、250%だぞ今だって僕が言ってないことを例えて突っ込んでたよ。だからやっぱ相手が、だからやっぱ相手が何も浮かんでないなとか、何も浮かんでないなとか、悩んでるなって思った時に、悩んでるなって思った時にそれを出せばいいのに、それを出せばいいのに、乗ってる時ちゃんとボケが乗ってる時までやるじゃん。ちゃんとボケが乗ってる時までやるじゃん。確かに。そうかな。確かに。まあ、それあるかもしれない。タンバリン、タンバリンを持って。それでリズムを刻みたいなというふうには思ってますね。それで、うん、言いたいこと全部言って。言いたいこと全部言って。全部言って。言いたいこと。言いたいこと。今後はボケの方の邪魔をしていかないように、うん、出る曲は出る、聞く曲は聞く、これを学んでいきたいと思う。国は復刻できる。スクラップ&ビルド。そうやって。栄えていこう、我々の関係もそうだろ、イエーイ、二次会カラオケか、あ、せっかくよいい感じで終われると思ったのいい感じで終われると思ったのに最後に出すじゃん、いや今のはだってお互い最後に盗み出すじゃん、最後に出すじゃん、盗み出しちゃダメだって、盗み出しちゃダメだって、二人の手柄じゃん、今の二人の手柄じゃん、私がタンバリン始めて、私がタンバリン始めて、見事に乗って、見事に乗って面白くなったのに、面白くなったのに、全部それを総取りしようとしたじゃん、今総取りしたじゃん、今じゃあもう切ってくれ、カジノのルーレットの上にあるチップ全部持ってったじゃん、チップ全部持ってったじゃん、増税やりやがった何で僕何だこのやりとり、何だこのやりとり2人のラップカジノのラップカジノの手柄チップ、手柄チップを全部持ってったじゃん最後に、ちょっと情報が多すぎるな入り組んでる2人のラップカジノのチップいやもういいって、もういいってこっちも、いいってこっちも、こんなこと言いたくないけど、もうあったよ、どう思う、七色のワード駆使してるの、君どう思う、君君どう思う、君どう思う、結構取れたと思う、結構取れたと思う、取れ高の話生意気だね、まあ知り上がりには良くなってたと思ういやいや取れてたと思ってたんかいって言いながら、取れてたって思ってたんかいさすがに取れました、うん、大丈夫です、取れました、やっぱなすいませんね、取れました、やっぱなまたかよ、すいません神田さん、取れましたもういっちいやちょっと待って、もういろいろガチじゃんもう勘弁してくれよ名倉さん、そうそう、うん、盗っとツッコミちょっと訳が違うね。高倉さんが裏にいたと思うと訳が違ってきます。なるほど。一番傷ついたのは何？一番傷ついたのは泥棒。突っ込みじゃなくて盗み。うん、盗みですね。10年間やってたことがね。そうですね。その何が悲しいってそれが自分の魅力だと思ってた。あ、今日は落ち込んで帰らなきゃだ。あ、そうか。